バレーボール男子のパリ五輪予選権ワールドカップ W 杯プール B は7日、東京、代々木第一体育館で世界ランク4位の日本が同7位スロベニアに3対0でストレート勝ちし、来年のパリ五輪出場権を獲得した。今大会はブラジルでプール A、中国でプール C が開催されているが、プール C のポーランドも開幕6連勝でパリ五輪出場権を獲得。 それを伝えた海外メディアの写真がネット上で愉快すぎる、めっちゃ笑ったと話題を呼んでいる。画像、愉快すぎる、めっちゃ笑ったパリ五輪出場決定のポーランド。海外メディアが投稿した遊ばれてる衝撃の一枚日本戦の裏で世界ランキング1位の貫禄を見せつけた。中国でプール C を戦うポーランドは 7日に行われたオランダ戦で第1セットを失うものの、その後は強さを見せつけて3対1で勝利。6位草全勝でパリゴリン行きの切符を掴んだ。この結果を受けて、スイスのバレーボール専門メディア、バレーボールワールド、YX、q ツイッターにポーランド、パリゴリンで会いましょう。現 VNL、ネーションズリーグ。 王者で欧州チャンピオンのランキング1位チームが来年の五輪への出場権を獲得。と綴り、ポーランドのパリゴリン出場権の獲得を祝福。海外ファンから、なんというチーム、おめでとう、ブラボー、などの声が上がった。一方、ネット上の日本人のまで話題となったのは、投稿に添えられた画像だった。試合後にコート上に並んで記念撮影に応じるポーランドの選手たち。 だが12番のセッター、ブジェゴシュ・オマチのみが、なぜか体をまっすぐにしながら複数の選手に横向きに抱えられているこの一枚に日本人のファンは、ご機嫌なお写真、ポーランド愉快すぎる、これめっちゃ笑ったなんで抱えられとん。かわいいな、遊ばれてるオマチ最高の笑顔でかわいい、いやこれ笑うって。え、かわいすぎません、と反応、衝撃が広がっている。